台南県ペイメンの本格レストランに来ている松。続いて食べるのはシュームウユーの内臓の料理。これがね、シュームウユーの肝と、肝臓だよ、肝と、あ、腸だ。いや、これは本当産地ならではじゃない？なんかあのイカみたいなね、色合いだけど。うわ、これ最高。食べた瞬間、思わずうなった松。このドロッとした食感と、この味加減ね。あの、よくフォアグラとかが高級食材で例えられるけど、みんな昔ちょっとだけ食べたことあるけど、いや、それよりもはるかにうまい、これ。いやー、このまろやかさと、このコクがいいね。この肝臓も驚くほどにいけます。焼き鳥の食材にも出てきそうな感じで、ちょっとこれはまあ趣味は食べたことあるんだけど初めてだけど、ここまですごいと思わないな。焼き加減もちょうどいいしね。シュームウユーの肝臓に舌鼓を打った松。次はおわみそわをいただきます。このあたりのおわみそわ、一風変わっているようです。これがね、おわみそわだから台南全体なのか、まあ、シュエジャーあたりなのかね、おわみそわで、まあ、普通イメージはこうドロッとしたねスープの中にそうめんとか入ってるような感じなんだけど、これはあの拌麺みたいになってて、ちょっとぐと、まあ、焼きそばみたいなね感じだよね。具が乗ってる感じだよね。ご覧ください。確かに牡蠣やネギが麺の上に乗っています。最高。これまでのおわみそはもう、いや、もちろんあの本当にスープ麺として食べて美味しいものいっぱいあったけど、これはこれまた別物で美味しい。これにもうなった松。ニラかな、あ、ネギかな。シャキシャキ感すごく効いててね、牡蠣の風味すごく広がる。おわみそわが台湾の地方によって違った雰囲気を持っているというのは松にとっても驚き。もちろんどの地方で食べても満足できます。この手の麺って本当に台湾って最高なもの多いよね。やっぱ強い火力でやるからなのか、牡蠣も新鮮そのものだね。味付けよし、食感よし、初めて出会ったご当地グルメに箸が止まらない松でした。これがね、乾麺とワンタン。乾麺ってちょっと汁入ってるよね。よくあの乾麺とタン麺であの注文間違い自分するからね。これが乾麺なのか、あるいは注文違いなのか、店の常連ならばわかるはず。乾麺ってあの本当に味が出るよね、その店の特徴がね。うわー、いける。肉のね、だし、あの日本で牛丼を食べた感じ、あの上のね、牛肉がね、こう濃く甘い感じがね、で甘さは控えめだと思うので、うん、麺のツルツル感とコシもちょうどいい、うん、あまりの美味しさ、食べているうちに乾麺もタンメンもどちらでも良くなってしまいました。
さて、そのミートで初めに向かうのはこちら。ローザオファン。まずはローザオファンなど3品を注文。思えばまずはローザオファンとルーローファンの違い、ピエンシーとフントゥンの違いなど説明しろと言われても曖昧なものばかり。これがね、ユートのミエンシェンとワンタンなピエンシーとローザオファン。はじめにローザオファンからいただきます。ローザオファン、ローザオファンとルーローファンってどう違うのかな。肉の大きさ、それだけじゃないよね。これももうすごく肉が大きい分だけ肉と油のこう層がはっきり分かれてるんだよね。ぶつ切りが肉のところと油のところともはっきり違うんだよね。これもそれぞれうまみがある。小さいお椀にたっぷり入っていますがボリューム感満点。この油が柔らかくご飯に溶け合う感じ、これがもうこのローザオファンの美味しさだよね。続いてはユートゥー麺線。これが、ユートゥーの麺線。これね、香りがものすごくいいんだよね。見た感じは薄めの麺に見えますが香りが食欲を刺激します。ちょっと豚骨ラーメンじゃないけど、そのすごくこう出汁の風味がする。まず麺から。見つけた。うわー、これ最高にいける。味がねものすごく麺に絡みついてて、これ魚で取った、出汁なのか、いや、ただユートのこの旨味が相当出てんだね、このスープの中に。で、スープからもう麺にすごく絡み合ってる。感動を隠しきれない松。魚も加えて食べてみます。もうさらにね、この魚の柔らかさと、それからこの生姜が微妙に効いててね。食材の持ち味がシンプルに効いているんです。麺線のこの細さとこのやっぱりスープをいい形でね、この含む、これまたいい麺を見つけたわ。台湾南部で出会ったユートゥー麺線、記憶に残る一品です。高尾県三島にやってきている松。麺線にうなった後はワンタンスープ。この店のものは皮が薄く肉が見えているようです。これが、ワンタン、ワンタンの天使とも書くのね、スープになってる。わ、この肉の肉汁、噛んだ時にお肉の旨味、それからこの味がしっかりこう染み込んでるね。あふれんばかりに肉の旨味が出てきて、食べた瞬間から満足できる味。味をかなりこう味付けの段階で味入れてるんだと思うけど、この旨味は甘くて広がる旨味が最高だね。これもう絶妙で、このスープの中に海苔が入ってて、海苔とワンタンが絡むとまたこれさらにいいんだよね。